はい斉藤直美様おはようございます、えー、株君またまたショッキングな映像動画がアップされてますよということですね、えー、某大手コンビニチェーン店で女子高生か、えー、女子大生の2人がレジの横にある唐揚げ物あすいません揚げ物ケースからフライドポテトを数本口に入れ笑顔でカメラに向かっています ということでしょうかね。いわゆる、えー、バイトテロで、えー、カメラ担当者もいるので犯人は3人ですかね。えっと、これもスシロー、そして昨日も何かあって、さらに本日も何かあったということでしょうか。これは連鎖してますね。あんな多額な賠償金の話が出たのに、やるんですね。うん。えー、こういった事件は、 に、男女の垣根はありませんえ。ノリでこういう行為をすることは絶対許してはいけません。はっきりとマスクを外して顔を出してるんで、え時間の問題だと思います。え、かぶも、ここの子もえ、視聴者さんもえ、皆さん言っていますが、悪質で模倣犯が後を絶た,たないです。うん。おかしいですね、本当に。うに、ん。しかも顔を出してるっていうね、うん。すごいですね。 もう全然バレても平気っていう感じなんですね。もうこれは賠償金っていうよりも、何か何かの叫びに僕は聞こえてきました。うん。えー、さらかれさん、おはようございます。えー、こんばんは。予算船内で発生したやりなり行為の件ですが、えー、JR 四国は愛媛県警察にひどい被害届を出すことを検討していることが分かりました。えー、怪我人や運行への影響はなく、 被害そのものは何もなかったようですが抑止力の観点からも被害届を出した方がいいと思います予算線は伊予市宇和島の非電化路線で今回迷惑行為があったところは非電化で、えー、河川のないところだったことは、えー、栽培でしたうん。そういえばこれもあったんですよねうん。本当何が起きてるんでしょうか今もし電化路線の場合は、えー、鮮度の上に河川があり、えー、河川に引っかかったり 列車の運行にも、えー、支障が、えー、出る上に、えー、停電する恐れがあり、えー、市民生活にも影響が出る恐れがありますそして株ブさんがおっしゃる通りもし下に人がいたら当たって重大な結果を招く危険性もあります、えー、こういう非常識なことは絶対にやめてほしいもんですいや本当ですね、うん、たまたまいなかっただけでもしいたら 命の危険に変わりますからねてか、ほんと最近どうしちゃったんでしょうかねうん。何か変ですね。しかも、賠償金って分かってても、やってるんでしょうかねこれは何かに対する大きな反抗でしょうかねうん。ゆいのややさん、どうもです。えー、かぶさん、国士安、えー、国士吉春見ましたよ。あれ、芸名なんですかでも、今の株さんも芸名、確かにですね。あの、株ぶさんもで 君もねうん確かに有名ですねで。もしかして国士舘大学ですかうーんいい線きてますね。かぶさんあんまり変わらないです、ね。あ変わらない。えっえどういうことえ待ってどういうことだこれは一体。あっびっくりしたこれはそういうことか。えっと前の陸上フィギュアの顔とということかな。うん えー、サラカネさんも言ったです。カ、え、ブ、ー、さん、テラさん。え、テラさんの娘さんが卒業された小学校は、えー、相当問題だらけの学校であると感じました。私の高一の時やは、カ、え、ブ、ー、さんが卒業された中学校同様、相当深刻な状況だったと思います。いじめ問題を悪口を言ったことが原因の、ただの喧嘩ということにすり替えられることは、えー、これは事実の歪曲をしていることになり、距、え、離、ー、行為ですね。えー、このの当時の校長先生は ことなかれ主義だったんでしょうかいやその可能性ありますねうこ、ん、となかれ主義この行為はいじめに加担しているとみなざるを得ず、えー、断じて許しがたいことですいじめをやめるために 被害者を加害者扱い、悪者扱いにするという発想自体、えー、常識的に考えてありえません、えー。加害者の保護者はもしかしてモンスターペアレントだったんでしょうか、えー、モンスターペアレントを警戒し、加害者側を、えー、機嫌取びをし,なして、えー、何もなかったかのようにしてフェードアウトさせることがある話は、私も報道番組で聞いたことがあります。しかし、これでは被害に遭われた方があまりにも理不尽すります。うん ね、本当に。教育者として、毅然とした態度を取ることが、えー、強く求められています。うんえー、その覚悟がないものに、教育者を名乗る資格は、えー、ないと思っています。で、本人は子供を見ていますが、子供も大人を見ています。大人が不道徳的なことばかりをしていたら、子供から不信感を持たれることとなります。えー、行動と言動に責任を持つべきであると思っています。私に関しても、やはり似たようなことがあります。 以前にも話題にしましたが、え授業中に立ち歩いて私のところまで来てえ、授業の邪魔をしたりするなど、え授業妨害をされたときに、私が好意を荒げて、いい加減にしろと大声で怒鳴ったことがあるんですが、私が怒鳴ったことで、相手を驚かしたことを問題視され、私の言い分をまともに 聞くこともなく、加害者側の主張をうのみにして、私が悪者に認定され、謹慎処分を受ける羽目になったことがあります。再三、被害の相談をしていましたが、まともに取り合ってもらえず、やむを得ず私自身が行為を上げたところ、これが大きなトラブルに発展をしたのです。で、1回目は10月中旬に、2回目は2月下旬になりました。 1>, 1回目の時にあなたが悪かったと言われなければ退学処分にするとまで担任から言われましたこれも変な話ですねで、欠席日数が長期化した場合単位や深度に、えー 影響が出るため、一旦謹慎は受け入れることとして、私が悪者扱いされることに継続して受け入れられない意思は堅持しました。つまり、担任恐怖と冷戦状態となりました。その後も、いじみや嫌がらせは止まらず、2月に2回目の大きなトラブルとなりました。 えー、2回目の時は、○○くん3月までは在籍していいけど、えー、その後は退学か、転校を判断し、進、えー、度が決まったら知らせると言われて、1学年の残りは登校を認めないと宣告されました。えー、学年末講座は、えー、見込み点でついたことと、1学期にいい点成績を取っていた貯金があったため、幸いにも単位は全長が落とさずに済みました。1年前から父がすでに転勤で宮城に行ったことも重なり、講、え、義、ー、に進級するタイミングで転校に 加えて東京から宮城に引っ越しすることになりました引っ越しが2年前倒しとなった形です永久な引っ越しとなったため高校で唯一仲良くしていた友人とも離れ離れになり私も友人もとても悲しい思いをしましたそしてその友人も私の転校後に下屋に体調を苦すようになり え最終的に彼も転校しました。私に対するいじめ行為で、私と私の友人の二人の心を傷つけられた形です。今でも思い出しただけで怒りの感情が出てき,出てきます。で、今思うとよく乗り越えることが、えー、できたなと思うことがあります、えー。こういう大人だけにはなりたくないと思ってずっと生活しています。はい。というわけで、本当ね、うん、理不尽な思いが押したということで、ねなかなかね、うん。 まあでも結構他にもあるんでしょうかね、こういうことっていうのは。あのだとすると、教育全体がおかしいのかな。ねなかなかありえないことが事なかれ主義で起こっている気もするんで。うんさらかれさん、もう1手です。こちら、連続強盗事件、そうこれもね、もうどうなってるんだ、世の中一体。 ねえ最近、本当とおかしいぐらいおかしいですね。うんえー、2人の容疑者は強制送還され、日本に帰国しました。えー、成田空港に着いた後、えー、警察車両で渋谷警察署へ向かい、えー、ビクタンの収容所からの、えー、移送は完了しました、えー。残る2人も9日に強制送還されることになりました。えー、かけられている容疑がたくさんあるため、えー、捜査だけで今後1年ほど要する見込みであ1年ほどかかるんですね。これは初めて知りました、うん 結構長くかかりますね。ってことは、まだ裁判とかも全然先でしょうかね。うん、あの全然まだ全容が分かってきてない部分があるかと思うんで、先にそういった調査をしてから、やっぱりこう、なんだろう、裁判をするっていう感じなんでしょうかね。いや、これは犠牲者も出てますからね、うん。でもなんか表情、あの2人の表情見たんですが、なんか変な自信みたいなの、変な自信感じましたね、あの2人に。何なんだって思いました。 そしてユーラリアさんどうもです。え株さん今日2月8日はハリクヤの日だそうです。あそうなんですね。でもこれ以前もありましたよね。あのなんかね場所によってね。 なんか針供養の日が違うっていう話もあった気がするんですけど、柔らかいものに針を刺すそうです。私は一度もしたことないですけど、衣装作りもするかぶさんにはぴったりですね。うん。たまに映るかぶさんの針山がかわいいですね。あありがとうございます。あれね、手作りなんですよ。うん。あの針山ね。うん。あの最近ちょっと衣装男子からちょっと離れて言っていあか、あのかなり忙しすぎるっていう言い訳なんで、やんなきゃいけないんですけど、あの、はい。針を。 さして言きたいと思います。はい。えー、さらかでさんもう1人です。えー、カブさんピックロさんキサラゲ二十四さんマスミンさんえー。 私も、カブさんが、大学生10年前と記載があったので、推定デースの時に撮影された、国師義治さんの名義で公開されているカブさんの動画を視聴させていただきました。この頃もすでにスケート技術が半端ないですね。中学生の時からスケートをやっていたという話を聞いていましたが、10代からずっと努力をされてきたことを改めて実感しました。カブさんの帰省先にて撮影をされたんでしょうか 他にもいくつか、かぶさんの過去作品を出演しました。そして、かぶさんの過去にブログの運営もなさっていたようですね、えー。ドラゴンフィギュアスケート。お、懐かしい。懐かしい、これ。自分でも覚えてなかった。うん。ドラゴンフィギュアスケートってめっちゃ懐かしい。これ、あれですね。アメーバだったかな。うん。こん,こんなのやってた気がしますね。うん。あの、今はもう全然見たら。え、でもどうやって見つけたんだろう。相当これ。あ、もしかしたらあれですかね。あの、 国志義春の方のあれに書いてあったのかなうん。それでも逆境や逆風に負けずにここまで歩まれてきて、かぶさんは本当に強いなと思いました。そして31年の人生でここまで濃密な体験を様々な分野において数多くした方もいらっしゃらないと思います。いや、そんなことないですよ。全然。 本当に、うん。あの、真面目な話ね、おだてすぎですよ、本当。本当ね、そんなことないから、ないですかね、本当ね。うん。で、年の差2つの私にとって、かぶさんから伝えられる話は、どれでも、どれも勉強になることばかりで、とても有意義です。そして、いつも視聴者のコメントを一生懸命読み、感想や考えも伝えてくれて、とても嬉しく思っています。これからも健康に気をつけて、そして無理しすぎずに、さまざまな活動を頑張ってくださいね。応援しています。はい。ありがとうございます。 うん、ドラゴンフィギュアスケートって何書いたっていうのは結構もう昔ね結構ブログ書いてましたねうんでも全然覚えてないなんかでもすぐにさんのことは書いてた気がしますけどねうんええー、サダカレさん、えー、カビが生えていることもあると聞いてあの時のカビプリンを思い出しましたえー、こういうことは食中毒の原因にもなるのでしっかりチェックしてほしいですねいや本当なんですようんまあさすがにね うんまあ、結構ね、ぶどうとかも注意しないとカビとか普通に生えてますのであの結構海外行くときはしっかり注意した方がいい気がしますね。まあ、日本でもたまにあるとは思うんですけどもね。うん えー、木更木24さん、どうもです。えー、株くん、国史良原チャンネル登録は2011年でした。あ、2011年っていうとあれか、すぐにさん全然あれか、2 0六6 7年のボルトだったから、もう4年経ってるっていうことですね。えー、株君はまだ高校生か、大学生かくらいですね、えー、元気が発達したもん,、うん。結構元気ありましたね。でも、あの時もうわけわからなかったですよ。もう何してっかわけわからなかった、うん。虫取りして陸上フィギュアして何にも覚えてないですね、そのあそれ以外はね。うん 2011年登録だけどあの演技自体はもうちょっと若か,かったのかな多分うんあの動画投稿がちょっと全然でも覚えてないですねでもかなりまあ34年ぐらいはすぐイーサーに差にはまってたのでまああのはまってねオブレードとか楽万人の方をやってたので多分その可能性もあるのかなうん。 えー、サラカレさんも一度です。えー、株さん、ピッコロさん、えー、旅行などで東北地方に来られる予定や見通しがついたときには、ぜひ気軽に私に連絡をいただければと思っています。えー、仙台市の近隣に住んでいるんで、えー、仙台にはすぐに行けます。えー、株さんも、えー、帰国される際にはぜひ連絡をいただければと思っています。 え早めにおっしゃっていただければ東京でも OK です。えー、ぜひお会いしていろんなお話をしつつ、フィギュアに関係するところを巡ったり、行きたい観光や乗りたいローカル線への案内なんかもできたらいいなと本気で考えていますよ。えー、ぜひリアル活動もしたいと思っています。ということなんですけど、ちょっとね、あのリアルで会うのはちょっとあれなんですよ。うん。で、やっぱり、あの、なんだ久しい友人とかでもあんま会わなかったりするんで、まあちょっとあ,のあれなんですけど、 あのやっぱりこう、例えばユーチューバー同士とかね、うん、相手がもう顔が分かってたりしたい場合、まあ、可能性としてはあるんですけど、まあ、そういうのはちょっとね、うんえー、なかなか、まあ、リアルはちょっとあれかなっていうふうにはちょっと思っているんですが、まあ、とてもありがたいんですけども、ピッコロさん、過去に東北新幹線に小山まで行ったことがあったんですね、えー、その頃は200系の時代になりますね。 で東北新幹線と上越新幹線には、えー、1991年まで車内チャイムにふるさとチャイムが使われていました。えー、東北民謡のような音楽とは、ふるさとチャイムのことだと思います。使、え、用、ー、曲は上野は春、あ、花。で、大宮は大宮踊り、えー、小山は小山音頭になります、えー。彼氏との別れの時に乗ったとは、おつらいお出来事でしたね。うん ね、そんな感じしました。路線図が目立ッツ地図ですが、えー、それならば書店で時刻表の、えー、購入をお勧めします、えー。3月にダイヤ改正があるため、今月下旬に出る最新号の購入をお勧めします。えー、交通新聞社で、えー、出版している時刻表を愛用しています。風邪についてですが、例えば今年の大型連休に去年10月に11年ぶりに全 復旧を果たしたしで稼っ子がされます風光明媚な山々の原風景を楽しめる路線で海外からも人気がある路線になりますということでこれがおすすめということみたいですよ。うん はい。という感じなんですけどもね。まあ、ちょっとリアルについたは、ちょっとやっぱり、えっと、結構難しくて、あの、やっぱね、えっと、YouTube のコラボとかだったら、まあ、でもコラボもないんですけどもね、ほとんどね。うん。あの、ちょっとやっぱり、相手がわかん表、ね、顔とか表情がわかんなかったりしている場合とか、ちょっとやっぱり、うん。まあ、やっぱ、そのプライベートとちょっと YouTube はね、ちょっと分けているところが、まあ、やっぱり、 あるので、ちょっとやっぱりね、えー、実生活とかちょっと、えー、動画に紹介はしてるっていうのはあるんですけど、まあ、実際会うっていうのはちょっとね、あれなんで、はい、えー、そこはちょっとね、ご理解していただけると、えー、嬉しく思います。はい、えー、というわけでありがとうございました。これで以上です。